アンドリュー・アルム・ベンソンはアメリカ合衆国の生物学者。学位は PhD。カリフォルニア大学サンディエゴ校教授などを歴任した。植物の炭素循環の研究で知られている。1989年に退職するまでカリフォルニア大学サンディエゴ校の生物学の教授だった。1917年9月24日、カリフォルニア州モデストで スウェーデンの移民の医師の息子として生まれた。カリフォルニア大学バークレー校で、ルイス・ウォルター・アルバレズから工学を学び、グレンシー・ボーグの科学研究所で研究し、学士号、修士号を取得した。1942年に、カリフォルニア工科大学で PhD を取得した。カリフォルニア工科大学では、カール・ニーマンの下で研究し、チロキシンの不ッ素化に関する実験を行った。 また彼は第二次世界大戦において良心的兵役拒否をしたがこの政治的立場が卒業後にバークレーに戻った時に彼に困難をもたらした。ベンソンは1942年7月に専任講師としてバークレーに戻った。1946年5月メルヴィン・カルビンの研究グループに参加するように招かれた。カルビンは バークレーの旧放射線実験室で光合成の研究グループを立ち上げたところだった。1951年から1952年までフルブライト小学金でノルウェー農業大学に留学し、1954年にペンシルベニア州立大学で教員の職を得た。1962年にカリフォルニア大学ロサンゼルス校からカリフォルニア大学サンディエゴ校に移った。 1946年から1953年にかけて行われた研究で、メルビン・カルビン、ジェームズ・バッシャムと共に、ベンソンは植物の炭素固定の経路を解明した。炭素還元回路は一般にカルビン回路と呼ばれており、ベンソンとバッシャムの業績が評価されていない。多くの科学者は、カルビン・ベンソン回路、ベンソン・カルビン回路、カルビン・ベンソン・バッシャム回路と呼んでいる。 2002年のプラントバイオロジーアニュアルレビューの論文で、ベンソンは自身の人生と業績について詳細な回顧録を提供した。植物における光合成の研究によりカルビンは1961年のノーベル化学賞を受賞したが、共同研究者のベンソンとバッシャムが受賞対象になっておらず、論争となった。ノーベル賞の受賞から30年後、カルビンは フォローイングザトレール・オブライトという辞書でを出版したが、そこではベンソンについて言及されていない。ベンソンは、1972年に、米国科学アカデミーに、1981年に、アメリカ芸術科学アカデミーに、1984年に、ノルウェイ科学アカデミーに選出された。1962年、アメリカ合衆国エネルギー賞は彼に、放射性同位体を用いた。 炭素循環の研究に対して、アーネスト・ローレンス賞を授与した。彼はまた、炭素循環の生成物として、リブロースを発見したことで、1950年に佐藤研究財団賞を、1972年にアメリカ植物生物学会のスティーブン・ヘレス賞を受賞した。2007年、彼の90歳の誕生日を祝って、フォトシンテシスリサーチの特別号が発刊された。 生物学者のマリオ文治は1956年8月から1958年6月にかけてペンシルベニア州立大学に留学しており、その際にベンソンから直接指導を受けている。ありがとうございます。